日野市。日野市は、東京都の多摩地域南部にある人口18万8千人の、市。かつては、日野塾が設置されており、甲州街道の農業を中心とした、宿場町として繁栄した。新選組の副長として活躍した、土方俊市や屋6番組隊長の井上、玄三郎の出身地である。また、市内最大の大企業である国内トラック。 バス製造業開催大手の日野自動車の企業城下町でもある。昭和に入ってからは大規模企業や大規模団地が進出しているものの、火星や給料地が多く、国土交通省より水の里百選に認定されるなど自然も多い。また、多摩地区としては水田や野菜畑などの農地が占める割合が高く、都市農業の代表的な都市として紹介されることが多い。 平成22年国勢調査によれば、東京都特別区部への通勤率は20.9%、八王子市への通勤率は12.0%で、ある。日野市は大きく分けて、稲作の多い手地、畑や工場の多い台地、森林の多い丘陵地に分けられる。いずれも近年は宅地化が進んでいる。東京都の島し部を除く地域のほぼ中央に位置し、 地域の西側に広がる日の大地は、関東ローム層の堆積した土地で、西隣の八王子市へと続いている。北から東にかけては隣接する秋島、立川、国立、府中の各市との境界を多摩川が流れ、地域の南部に広がる多摩丘陵、七尾丘陵の北側を、西から流れてきた浅川と南東部で合流している。地域は犬の横顔の形をしており、西を向いている。 犬の耳から後頭部そして首に当たる部分を多摩川が流れ、南部に広がる多摩丘陵の北側を西から流れてきた浅川と南東部で合流している。このことからもわかるように水に恵まれており、以前は多摩の国草と言われるほど稲作が盛んだった。現在でも川辺堀の内や荒井地区などにいたが、そして新町の大地部や西平山地区に畑が多くっているが、 土地区画整理事業の進展などにより、このような光景は徐々に減りつつある。低地部は多摩川と浅川に挟まれていることで、用水路や田が多く、そして歴層を基盤とする大地や丘陵を抱えていることもあって、市内には179カ所の湧水が確認されており、これらの特徴を極力生かした街づくりを進めていることが評価されて、国土交通省選定の水の里百選にも、 選ばれている。代表的な水路は、多摩川から取水している、日野用水、浅川の滝合橋、左岸実際には、平山京下にある関付近から取水している、豊田用水、道滝合橋の、右岸付近から取水している、平山用水、万岩寺歩道橋、触れ合橋の手前から取水している島用水等である。これら用水の役割は宅地化、市街化の進行により、 水田が減ったため、最近では、以前の農業用水としての存在意義は、薄れつつあるが、水環境の保全や、防火用水、ヒートアイランド現象の抑制ということで都市に、潤いを与えるものとしての価値は高まってきている。そのため、浸水公園やビオトープとして、黒川西流公園や向島用水浸水路を、川切りに再整備がめられている。 北西部にある大地は関東ローム層で覆われており、日の大地と称される。西隣の八王子市に続いていて、かつては桑畑が広がっていたが、昭和10年頃から、いわゆる日野五社をはじめとする大技の工場の進出が相次ぎ、大手トラックメーカー、日野自動車の本社及び工場もここにある。さらに、昭和30年代からは宅地としての開発が進んだ。 特に昭和33年、1958年から入居の始まった玉平団地は団地の先駆け的存在である。豊田駅の東側から黒川清流公園、新名、新町、東高寺地区にかけて逆、区の事情に存在する貸し団球は日の緑地と呼ばれ、市が土地を買い取るなどして開発を抑制している。地域南部は玉丘陵が広がっていて、 昭和三十年代までは、ハイキング客などで賑わっていたが、その後は宅地化が進み、後日の地区以外は、基本的に緑が失われた。このように、丘陵地帯も、基本的には、宅地となったが、関東三大不動の一つとして知られる、高畑山金剛寺、通称、高畑不動村の地域である、高畑山の周辺や歩道窪、南平地区にある都立の多摩動物港と、 七尾公園、私立南平丘陵公園付近は、公園として、緑が残されていて、都立七星公園では草を完全に刈らないといった、ことも実施されている。モグザ、倉沢地区の周辺では、環境意識の増加などにより、小沢緑地と京王線、多摩市境の内側を中心に、倉沢里山を愛する会や市民らの協力によって、森林を保全しており、一部では、 緑地内に遊歩道も存在する。この区画内は一部に田畑があり、農業が行われている。他には、市内で唯一の落農なども行われている。関東平野の内陸に位置するため都心よりも冬はに、摂氏3度気温が低く、積雪は20から30センチメートルほど。宅地下の進展などによる反射熱により、夏の最高気温は反対に高い場合もある。 ただし、これ以外にも多数の水路が存在し、これら水路の総延長はすべて合わせると、約1 8 0トル近くに及ぶ。氏名の由来は、諸説あるがはっきりしていない。武蔵名小図によれば、府中にあった国府の放課題が置かれたことによるという、飛ぶ日の説をとっている。和道六年日野を日野に改めたという。また、新編武蔵風土記構によれば、 武蔵七党のうち、西党の祖、草薙宗よりが、塩素雨の港主の陣を誕生して、日野宮権限を祀ったという伝説に基づくという。他の説として、大三32年頃、日の中納言、助友物屋社後、宮内助忠なる者が、当初に移住して、土淵の章を始めて、日のと合したという説も載せている。2005年に、夜間人口。 居住者は176,527人である。市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は154,114人で、昼は夜の0.873倍の人口となり、夜間に比べて昼の人口は22,000人ほど減る。通勤者。 通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者52,683人、市外から市内へ入る通勤者は32,366人と、通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、学生でも市内から市外に出る通学生は1107人、市外から市内へ入る通学生は8,011人と学生でも昼は市外へ流出する人数の方が多い。なお、 国勢調査では年齢不詳の者が東京都だけで16万人をおり、この校の中夜間人口に関しては年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に若干の誤差は生じる。日野市では住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されておらず、土地区画整理事業が完了した区域等で町名地盤整理が実施されている。 大坪冬彦、大坪冬彦、2期目、人気満了、2021年4月26日。管轄地域は、地域に等しい。同署は、東京消防庁の、第9方面本部の監督下にある。日本の消防は、市町村の責任業務であるが、稲城市を除く多摩地域の市町村は、東京消防庁へ、消防業務を委託しており、本市もそれに倣っている。 市外局番はは042 0425、立川 MA、かつてはである。ただし、市外局番に同じ042を使用する地域のうち、かつて0423,0424,0426,0427の各市外局番を使用していた地域とは、現在も番号区画異なるため、これらの地域に電話をかける際は、市外局番から入力する必要がある。 1973年から1997年まで市長の座にあった森田君夫はゴミ、市料の中間処理施設の整備、ボックス収集による合理化などを心がけていた。しかし、原料化とリサイクルに最重点を移すべきことを認識した森田市長は多摩地域としては最初にリサイクルに取り組んだ。ゴミをいかに効率よく処理するかという方向から、 再利用によってゴミそのものを作らないという方向に転換させた。森田市長引退後市長に就いた馬場博道は市長就任以来ゴミ改革を重点政策に掲げている。ゴミ原料の切り札としてダストボックスから個別収集、有料指定袋方式へのゴミ改革を2002年10月に実行た。当初は有料化に反対の声もあったが、 ゴミの減量に大きな効果があり、市民の意識も大きく変わった。周辺市にも有料指定袋化が波及しつつある。鉄道は JR 中央本線が北から西へ沿行を描くように走り、京王線が市の南部、浅川の右岸と玉丘陵の間を東西に走り抜け、高畑不動駅から多摩動物公園駅まで視線が伸びている。 また、多摩都下のレール線が南北に走り、甲州街道駅付近で中央自動車道と高畑不動駅で京王線と交差している。主な道路は中央自動車道、国道20号が東西に通っている。南北方向には都道の整備が進められている。中央本線市内を八甲線がわずかにかすめて走っているが、駅はない。 京王線動物園線、全線市内多摩都市モノレール線。市内を通る道路及び橋梁は、以下の通り。1996年、当時の森田清夫市長は、市内の中央自動車道について、固定資産税の支払いを、日本道路公団に求める方針を表明した。市長の交代によって、固定資産税請求を断念した。高畑不動、多摩動物公園に加え、 新選組のふるさととして新選組関連の観光客が多い。注釈区手楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。